羽生結弦、る、仙台市の魅力を世界に発信、仙台緑彩り館で PR 動画公開。仙台市の観光魅力を伝えるプロジェクトの一環として、フィギュアスケートのスーパースター、羽生結弦るさんが仙台緑彩り館で行った観光 PR 動画の公開が始まり、ファンと市民たちに大きな感動を与えました。この動画は、仙台市の魅力を全国と国際的にアピールする重要な一歩です。 その内容や反応について詳しく見ていきましょう。仙台緑彩り館での PR 動画公開。青葉区にある仙台緑彩り館は、仙台市内で羽生ゆずるさんが特に好きな場所と景色を紹介する観光 PR 動画の公開の場として選ばれました。この動画では、羽生さんが子供の頃の思い出や感じていたことを通じて、仙台市の魅力を伝えます。彼の熱い思い入れと共感を呼ぶ言葉が、 視聴者に死の素晴らしさを伝える手助けとなりました。羽生結弦るの思い。羽生結弦るさんは、この PR 動画について次のようにコメントしました。本当に僕自身がこの街に帰りたいって思うように、また仙台市が世界の中でも一番帰りたい街になってもらえたら嬉しいなって思っています。彼の故郷である仙台市に対する深い愛情が、このプロジェクトを成功に導く重要な要素となりました。 PR 動画の制作と特別メイキング映像。仙台市は市の魅力を広めるためにこの PR 動画を制作しました。また、仙台緑彩り館ではこの動画に加えて1分間の特別メイキング映像も限定公開されています。ファンたちはその制作過程を垣間見ることができ、羽生譲さんの視点から仙台市の魅力を再発見することができました。ファンと市民からの感謝と感動。 羽生ューさんのファンや仙台市民からは、この PR 動画に対する感謝の声が多く寄せられました。どんな動画ができるのかなと楽しみにしていたので、優しい感じなのができて良かったなと思ってます。すごく感動しました。ありがとうございますといったコメントが示すように、動画は多くの人々に感動を提供し、仙台市への誇りと愛情を再確認させました。PR 動画の公開範囲、この PR 動画は、 仙台市の魅力を広めるために様々な場所で公開されています。東京の街頭ビジョン、JR 仙台駅の2階にある仙台市観光情報センター、そして仙台市の公式 YouTube チャンネルなどで視聴することができます。これにより、多くの人々がこの素晴らしい PR 動画に触れ、仙台市を訪れる際の期待感を高めることができるでしょう。羽乳ゆさんが仙台市の観光 PR 動画を公開し、 仙台市の魅力を全国と国際的に広めるプロジェクトが始まりました。彼の情熱的な思いと仙台市への深い愛情が、このプロジェクトの成功に寄与しました。また、特別メイキング映像も公開され、ファンや市民たちはアニューゆずるさんと共に仙台市の素晴らしさを再発見しました。この PR 動画は多くの場所で公開され、多くの人々に仙台市を訪れる魅力を伝える手助けとなるでしょう。 羽生結弦さんと仙台市のコラボレーションが、市の観光産業に新たな息吹をもたらすことは間違いありません。